4月7日木曜日、地元応援つながるニュース、つながるパーソナリティの岡山ひとみです。この番組では地域の話題や暮らしに役立つ様々な情報をお届けしていきます。さあ、そして今日のつながるリポーターはこの方です。どうも、ワンダーランド誠フィッシングです。よろしくお願いします。はい、どうもお願いします。では最初にこの番組の放送エリア内における昨日の新規陽性者数ご覧いただきます。気候も良くなり、外出や人との接触機会が増えている方も多いかと思います。改めてマスクの着用や手洗い、こまめな換気など一人一人ができる基本的な感染予防対策を心がけましょう。それでは地域の話題です。2日、堺市に拠点を置くプロ野球独立リーグ球団堺シュライクスの今シーズン開幕戦が行われました。ホーム球場のくら寿司スタジアム堺で行われた開幕戦では、はじめに試合前のセレモニーで今年誕生した公式チアパフォーマンスチームシュライクガールズがスタジアムを盛り上げました。こちらはチームのマスコット、大八です。試合の前には集まったファンの前で大西弘明監督が、皆さんの応援が選手を成長させますと挨拶しました。皆さんの声援が選手をうまくさせますので、今シーズンよろしくお願いします。3年ぶりに入場制限を設けない形で行われた開幕戦には大勢のファンが詰めかけました。堺シュライクスは2019年から関西独立リーグに参戦し、おととしから2連覇を達成しています。開幕戦の対戦相手は東大阪市を本拠地とする06ブルズ。先発を務めたのは今年新加入した中村総一郎投手です。この日の試合では3回裏に堺シュライクスが先制しますが、5回表に同点に追いつかれ、ゲームは振り出しに。しかし7回、今年堺シュライクスに新加入したキャッチャーの市村翔吾選手がタイムリーヒットを放ち、勝ち越しに成功しました。最後は去年入団した元読売ジャイアンツの村上海斗投手がきっちりと締めくくり、堺シュライクスは開幕戦を見事勝利で飾りました。幸先のいい開幕スタートを切った堺シュライクス、今シーズンは10月までに全48試合を戦い、リーグ3連覇を目指します。で、1年間、勝ち続けて優勝 NPB 行けるように、頑張ってほしいなと思います。せーの、堺シュライクスさん3連覇頑張れー。せーの、シュライクス頑張れー。チームとしては今2連覇していますので、3連覇をまず目標、もう一つは、堺シュライクスからプロ野球 NPB に選ばれる選手を育てると、この2つが大きな目標です。今日もたくさんのファンの方に来ていただきまして、また応援してくださっているスポンサーの皆さん、これからもどうぞ応援よろしくお願いします。はい、もうようやく3年ぶりに通常の形で開催できたということで、皆さんとっても嬉しそうでしたけれどもね。そうですね、3連覇ね、ぜひね、期待しております。ね、こうやってファンの皆さんの声援があるとね、選手の皆さんも活躍されると思います。次の試合は明日正午からくら寿司スタジアム堺で和歌山ファイティングバーズと対戦する予定です。観覧は平日は無料開放、土日祝は当日チケットを販売していて、大人1000円、中高生500円、小学生以下は無料となっています。では次です。3日日曜日、貝塚市にあるコワーキングスペース&カフェポートフォリオで弦楽四重奏のコンサートが開かれました。南海本線貝塚駅近くにあるポートフォリオは、もともとは南海電鉄の倉庫として使われていた建物で、去年7月にコワーキングスペース&カフェとして生まれ変わりました。そんなポートフォリオで開かれた弦楽四重奏のコンサート、ここで音楽イベントを開催するのは今回が初めてです。コンサートの発起人は2年前から貝塚で暮らすビオラ奏者の町谷みどりさん。親子で楽しめるコンサートを開きたいと演奏家仲間に声をかけ、この日のためのスペシャルカルテットを結成しました。
大人から子どもまで幅広い年代が楽しめる曲を選んだというこの日のコンサート、訪れた人たちは目の前で奏でられる美しい音色に酔いしれていました。今日は子ども2人と初めて来させてもらって、いろいろガサガサする時期なんでうるさかったりもしたんですけど、結構、ね、音楽も楽しめたみたいでよかったと思います。人と人とがこう心を寄せ合う場所に、ここの場所をこう起点に広がっていけばいいなって思います。貝塚っていうこう地域性なのかわからないですけど、こう、ね、皆さんあったかいので、またそれをね、つないでいけたらと思っています。コンサート終了後には、子育てをしているママさん作家イクママたちが作ったさまざまな小物やアクセサリーが並ぶミニマルシェも開催されました。ポートフォリオの1階は誰でも利用できるコワーキングカフェ、 Wi-Fi や電源を備えたワークスペースが設置されていて、テレワークなどに活用できるほか、読書や勉強、普段使いのカフェとしても使うことができます。2階には会員専用のシェアオフィスがあり、現在はおよそ10社が利用。ポートフォリオ立ち上げメンバーの一人である森幸忠勝さんは、この場所から貝塚を盛り上げたいと考えています。ポートフォリオに行けば誰々に会えるとか、なんかこう何かがあるみたいな形で、地域の人が集まる場所、コミュニティがある場所にしていきたいなというふうに考えてます。またこの日は貝塚時代町保存活用事業団による町歩きイベント、空き家活用町巡りも行われました。貝塚は実は古いそのお宅ですとかね、昔の歴史の雰囲気がよく残っている地域ですので、そういう歴史的な魅力を活用しながら町の賑わいを取り戻していければなというふうに考えております。参加者は江戸時代中頃に建てられた旧吉村家住宅などを訪れ、普段見ることができない貴重な町屋建築の内部を興味深そうに見学していました。最初にご紹介したポートフォリオでの初のコンサートイベント、大盛況でしたよね。そうですね、いろんな使い方ができそうな空間なんですけれども、ここで今後もいろんな人が集まるいろんな催しを企画して、地域の活性化につなげていってほしいですね。さあ、では続いての話題です。堺の伝統産業である中線と堺市西区の魅力を PR する映像が先日公開されましたということなんですが、中線隊って書いてました、はい、戦隊ものの VTR なんでしょうか。ヒーローが登場するんでしょうか。期待したいと思います。ご覧ください。中線隊ニッシーズ、彼らは堺の伝統産業である中線をまとい、堺市西区の魅力資源、歴史文化、安全安心を守るため日夜パトロールしているのである。見回り見回り、職員さん、うわ、めっちゃ映える、よきよき、職員さんとする私、めっちゃよき。ねえ、見て見て、どう、もう漏れてない自撮り、ええから早いくよ。誰が漏れてないねん、聞き漏れしとるわ。あー、腹立つわ、西区をゴミだらけの街にしたる。何あれ、注意するか。待って、彼はブラックニッシーちゃん。ニッシーちゃんと西区マスコットキャラクターの座をかけて競い合ったんだ。でも落選してからずっとあんな感じなんだ。ほら、ダメだぞ、そんな悪いことしちゃ。なんや君は、こっちとら西区マスコットキャラクターに選ばれへんくてむしゃくしゃしとるんや。でも君結構陽気やな。注意してんねんから真面目に聞けや。何こいつ、怖っ、やっぱ全然良くない。ブラックちゃん、私たち抽選隊ニッシーズと出会ったのが運の月ね。
この美しい抽選に見とれるがいいわ。紹介しよう。抽選隊ニッシーズが羽織る衣装の色合いは、生地の上に染料を注いで着色する技法抽染で表現されている。生地の両面を染色するため糸の芯まで染まり、表も裏も同じ柄が同じ色合いで出る堺の伝統産業なのだ。さあ覚えてやがれ。堺市西区には中泉や浜寺公園の他にも数えきれないほどたくさんの素敵な文化や場所があるんだ。ぜひ他の動画も見てみてね。守りたい、ニッシーちゃんが生まれたこの住みやすい町、堺市西区を。美しい西区の夜景を見てブラックは思い出す。浜寺公園で楽しんだあの日を。西区職員の素敵な笑顔に出会えた日を。ずっと住みたくなる町西区を。西区の美しい夜景が思い出させる。俺やっぱ西区めっちゃ好きやわ。西区の夜景を見ると心が綺麗になるんだね。こうして抽選隊ニッシーズの活躍により堺市西区の安全安心は保たれた。これからも頑張れニッシーズ。西区の魅力を内外に PR するのだ。抽選隊ニッシーズ。彼らは堺の伝統産業である抽選をまとい、堺市西区の魅力資源、歴史文化、安全安心を守るため日夜パトロールしているのである。いやどうなるかと思いましたけれども、よかった、抽選隊のおかげでね、よかった、安全安心保たれてよかったですね。さあさあ、ブラックニッシーちゃんもね心洗われましたということで、はい、めでたしめでたしでした。なんか釣りのポイントもね西区にはたくさんあるみたいなんで、ここ行ってみたいと思います、うん、やっぱり目の付けどころが違います、はい、はい。こちらの映像の他にも堺市西区の魅力を楽しめる映像を堺市西区の YouTube チャンネルでご覧いただくことができますので、皆さんもぜひチェックしてみてください。それではここでお知らせです。大麻で捕まる少年急増。大麻は違法薬物です。第一生命堺支社の合言葉、みんなの力を地域の力に、一緒に支える素敵な仲間をお待ちしています。お客様とそのご家族が笑顔で過ごせる未来のために。続いてはすっかりおなじみとなっておりますこのコーナーです。地元の知っているようで知らないホニャララでございます、はい、地元の施設や建物は見かけるけれど、どんなところなのかあまり知らないなというような場所ありますよね。いっぱいありますよ。いっぱいありますよね、はい、そこでこのコーナーでは皆さんが知っているようで知らない建物や施設などを紹介していこうということです。今回もテーマは大学です。現在大阪府と和歌山県合わせますとおよそ60の大学があり、点在するキャンパスなども含めるともっとたくさんの大学が地域にあるんです。ということで今日は熊取町にあるこちらの大学をご紹介しましょう。大阪湾を見渡す熊取町の高台にあるのが今日ご紹介する関西医療大学です。
自然に包まれた美しいキャンパスが印象的な大学ですが、一体どのような大学なんでしょうか。昭和60年4月にこの熊取の地に関西新旧短期大学として開設いたしました。その後、4年生大学になったんですけども、こちらの保健看護学部ができたのが、平成21年の4月です。でちょうど丸13年を迎えました。今現在学生数は約1400人程度で、保健看護学部の学生さんは約400人程度がこの地で学んでおります。関西医療大学は保健医療学部と保健看護学部、2つの学部なんですけども、保健医療学部の方はハリキュースポーツトレーナー学科やヘルスプロモーション柔道制服学科、あるいは理学療法学科、作業療法学科、臨床検査学科ということで5つの医療専門職の学科があります。私ども看護で、6学科の大学となっています。特徴としましては、看護が400名ということなんですけども、1学年の定員が90名で、看護師の国家試験の受験資格は全員受験することができるんですけども、その他保健師15名、助産師5名ということで、3つの看護の専門職が学べる学部となっています。就職先なんですけども、大阪府下と、和歌山県の一部にたくさんの実習施設に実習をお願いしているんですけども、毎年約7割ぐらいの学生が実習関連施設に就職しています。まず保健師からご説明しますと、保健師はいわゆる保健所とか保健センターに勤めているんですけども、毎年、15名ぐらい卒業生出しているんですけども、そのうち5名ぐらいが保健所とか保健センターに現役で就職しています。これも大阪府下の私立大学でいうとストレートに就職している保健師としては大変多いと思います。比較的保健師っていうのは皆さんあまりご存じないかもわかんないんですけども、その地元でやっぱりこう仕事の内容とか違うんですけども、本学の学生この熊取の地で早くから実習で地域に出ているので、非常にこう地域との馴染みも良くて、保健師として新卒でも活躍している卒業生多いです。であと病院でも実習関連施設におおむね 65% から 70% が就職しているので、実は卒業生892人なんですけど、その人々がそういう実習施設に就職しているので、例えば本学の学生が実習に行きますと、私関西医療の卒業生だよということで先輩が看護師として働いていらっしゃるんですよ。だからすごく学生も喜んで、先輩かっこいいとか、先輩みたいになりたいとか、そういう形ですごく卒業生が地元の施設に就職してるっていうところも本学の特徴かなと思います。熊取町では介護をできるだけ受けないようにというか、介護予防っていうご要望もすごく大きいです。それは高齢者の方がもういつまでも健康で、いつまでも自分らしくこの熊取の地で生活したいっていうご要望があります。で各公民館レベルでいわゆるタピオ体操っていうのを推奨されてまして、でそういう会場に学生さんたちが出向いて一緒にタピオ体操をさせていただいたり、ゲームをしたり、あるいはクイズをしたり、学生と一緒にそういう交流することによって、刺激を受けたいというご要望も多いので、そういう2年生から実習に出向いて地域で学生が実習をさせていただいているというのが一つあります。それともう一つは、その高齢者の方が大変こう学生さんのお役に立ちたいという声も大きくなってきたんです。高齢者の方に一部なんですけども、ボランティアとして、患者さんの役割をしていただいているんです。高齢者の方がオンラインで授業に参加していただいているような地域活動もしております。本学の中に付属診療所とかもございますので、学生さんこの熊取のこのキャンパスに来れば、医療学生としていろんな学びがあったり交流があったりすることができるっていうのがすごく楽しんでいます。学生時代から男女すごく上手に助け合って学んでいるので、臨床に出た時もしっかりと力が発揮できるように思います。
関西医療大学では開学以来地域と結びついて実施をさせていただく、そして地域の役に立つ実践者を育てるという気持ちで今日まで頑張ってきました。卒業生とともにこれからも熊取の地で、何かお役に立てるような大学を作っていきたいと思ってます。皆さんとお会いできる日を楽しみにしております。関西医療大学について詳しくはホームページをご覧ください。はい、素敵な大学ね、本当、はい、皆さんのね、うん、卒業生のあのね、こ卒業した後の活躍のおかげで、うん、僕たちの生活が安全安心にできますからね。やっと言えました、よかったです。取り戻したね、よかったよかった。ということでここまで熊取町にある関西医療大学をご紹介しました。ではここからは街角注意報です。このコーナーでは各エリアの警察署と消防本部が発信する情報をお伝えします。はじめに大阪府警アンマチメールの情報です。6日15時30分ごろ、堺市中区深い畑山町付近にお住まいの高齢者のお宅に中堺警察署の署員を名乗る者から1000万円を引き出されていないかといった不審な電話が連続してかかってきたということです。不審な電話やメールがあれば家族や友人、警察などに相談しましょう。また警察相談電話#9110に相談してください。防犯メールを直接ご覧になるには大阪府警安町メール、和歌山県警紀州君メールでそれぞれ検索していただき、ホームページから登録してください。続いて各エリアの昨日の火災発生件数と救急出動件数、堺、南大阪、泉大津エリアです。代わって臨空エリアはご覧の通り。おしまいに和歌山エリアです。火の取り扱いにはお気をつけください。街角注意報でした。さて先ほど今日4月7日の新規陽性者数が発表されました。大阪府では速報値で4673人、和歌山県では291人が新たに陽性と確認されています。では代わってここからは誠フィッシングの気まぐれフィッシング情報、はい、お願いいたします、はい、2日前に行ってきました。こちら見てください、取れたてね、うわ、はい、和歌山市の水圏でですね、はい、シーバスが、シーバスって何だっけな、釣り上げることできました。スズキですね、スズキやつ、はい、ね、登場するけど1週間前、うん、に行ってですね、うん、一回逃げられたんですけども、同じ場所に行ってリベンジ成功しました。ありがとうございます。今日はね、リベンジ特集ですか？はい、そうですね。振り返る振り返る。60センチぐらいで結構大きな魚でしたよ。これね、はい、立派ですよね。はい、リベンジ。いい引きしました。本当素晴らしい。もうマスクの下はなんか笑顔なんやろうな。笑顔ですね。伝わってきました。はい、今日はここまで。